Take It e ージーは、イーグルスが1972年に発表したデビュー曲、代表曲の一つである。アリゾナ州、ウィンスローにある、Take It e ジー・ゾー・グレンフライとジャクソン・ブラウンの共作。リードボーカルは、グレンフライ ?1972 年5月1日、デビューシングルとして発売された。B 面は、フライが書いたアルバム未収録の、Get You in the Mood。 同年6月1日発売のアルバム、イーグルスファーストに収録された。バーニー・レイドンの奏でるバンジョーとビーベンダーのスティールゲン、アコースティックギターが絶妙なカントリーロックテイストを付加している。アメリカ・オハイオ州にあるロックの伝道に収められている。アメリカだけでなく、日本などの各国でも有名であり、現在でもアマチュアバンドなどに幅広くカバーされている。 さらに、日本の人気テレビ番組、田舎に泊まろう。でも使用されていたほどポピュラーな曲である。1980年11月発売のライブアルバム、イーグルスライブにライブバージョンが収録された。2013年1月19日発売の DVD、ブルーレイ、ヒストリー・オブ・ザ・イーグルスのボーナス DVD にライブ映像が収録された。ありがとうございます。